皆さんこんにちは、マザリグルビジです。では今回はギレンの野望ジョンの系譜ジョン軍編第2部続きをプレイしていきたいと思います。前回は第1部を終えて第2部に突入して、シャアのネオジョン軍と、あとはジャミトフのティターンズと海戦に至ったというところまでプレイを進めてきました。そんな中ですね、まずはシャアのネオジョン軍を潰そうということで、ネオジオン軍の制圧している中域に進行したんですけども、虎の子の G3 ガンダムが撃破されるということでタイムリープ戻しています。今回その続きになります。まず一つ分かったのが、まあ皆さんからもご指摘あった通りなんですけども、第一部で開発がうまく進んでいなかったということもあって、敵の方が圧倒的に性能のいいモビルスーツ、兵器を運用しているということが分かりました。なので、これに対抗するために、我々はですね、パイロットを転勤させまくる。まあ、まさに超合金勤務を命ずるというような形でですね、とにかくパイロットの性能にもう全てをね、委ねた戦い方にしていこうというふうに思っています。じゃあ各戦線ご紹介しましょう。まずはですね、宇宙なんですけども、宇宙はこのターンで、宇宙8、ここには部隊数6入っていますね。ここに進行。さらに宇宙11、ここにも進行します。そして宇宙の13へも進行をかけていきます。それぞれ進行する部隊なんですが、まずは、サイド2からは、G3 ガンダムにエギューデラズ閣下自ら登場。さらにその信奉者であるアナベルガトーを乗せました。アナベルガトーが G3 ガンダムに乗れば、それなりの戦果を上げてくれるというふうに期待をしています。そして、サイド3ではリッグドモを大量産しましたので、ここからはですね、カリウスとケリーのこの両コンビに出撃をしてもらおうと思っています。ここで一気にね、敵を叩いてもらおうという作戦です。そして、ア・バオア空からは、シーマの部隊を送り込む予定です。ここもね、シーマがしっかり働いてくれれば十分に戦果が見込めるというふうに思っています。衛星軌道上の方は、ザビ機一等で固めてあります。グア順にはギレンが乗ってますけども、その他衛星軌道上はとりあえずですけども、ドゼル、キシリア、そしてガルマといったザビ機一等で固めています。続いて地球上の戦線ですが、このターンで大西洋の1位に侵入していきます。ここにはですね、3連星を置いてあります。で、同じくスペイン、ポルトガルからもオルテガが、そしてイギリス、ベルファストからはマッシュが出撃して、ここを一気に叩こうという作戦になっています。では、時間を進めていきましょう。では、まず大西洋から攻撃仕掛けていきましょう。もう転勤に転勤を重ねて、ここには3連星と、あとサイクロプス隊も配備してありますので、それらの戦力を使ってなんとかで、攻略進めていければいいかなというふうに思っています。僕はね、転勤っていう意味で言うと、どうだろう、一度大阪に行ったことはありますけど、それ以外はないかな。まあ、転勤もね、このご時世だと、まあ、なかなかどうして難しいというか、やりづらい部分もあるとは思うんですけど、やっぱりね、知らない土地に行くとそれなりに苦労はいろいろありますからね。まあ、さらにこのコロナ禍という状況も考えるとね、なかなか難しいのかなとは思いますけど。この大西洋にはフラナガンブーンがいましたね。秋の遠足じゃねえんだ。まあ、ブーンもシャアの元に走った一人だということだと思います。無茶をやるのがサイクロプスだ。突っ込むぞ。さあ、サイクロプス隊はズゴックイートの光線です。まあ、地道にね、パイロットの能力に頼った戦い方にはなりますが、前面にパイロットを使って戦っていきましょう。黒い三連星の実力見せてやるよ。この先のことを考えると、ちょっとでもね、戦力は温存したいので、できるだけ集中攻撃をかけて反撃を食らわないように敵をね、仕留めていければいいかなと思います。と言っている矢先からマッシュが瀕死だな。マワン、攻撃するぞ。
シュタイナーはね、結構強いですね、ここまでの活躍ぶり見てると。貴様にやられるほど俺は間抜けではない。まあ、数を少しずつ削っていきます。マットアングラーもこれ撃沈できるかな。もう一隻マットアングラーここに展開していて、そこには先ほどお話したプラナガンブーンが乗ってましたね。これは騎兵からするにザクマリンだと思われます。これも撃破。お前弱いな。確かにね、ザクマリンは弱いんですけど、ハイゴッグとかになってくると強いんですよね。ここも敵はザクマリンですね。ザクマリンであれば、まあ、ズゴックであればね、性能も優位ですし、もちろんパイロットも乗ってるっていうね、強みがあるんですけど、性能的に劣勢に立たされるような機体相手になると一気にきつくなってきますね。できるだけ損害は軽微にしたいですが、ここはビッターの潜水艦がやられるかもしれないな。ちょっと覚悟だけはしておきましょう。一応ね、マクには撒いたので、ミノフスキー粒子をその効果があったと見て良さそうですね。で、ドダイとザクスも J 型連れてきてるんですけど、これはもう完全に索敵要因ですね。索敵しながら敵をね、叩いていこうとこういうことになっています。もう超過勤務をね、命ずる以上、パイロットがやられてしまうと、もうそれだけでそのパイロットが 2,3 ターン使えなくなるっていうね、ものすごいマイナスが起きるので、パイロットはね、撃破されないように、それこそ最新の注意をね、払っておきたいと思います。このマットアングラーも外に出したくないからな。ここでマットアングラーに動かれると、このマッシュがやられる可能性があるので、このマッシュを守るようにはね、ちょっとしておきましょう。まあ、合流してもいいかなぐらいな感じでしたよね、今の感じだとね。ビッターはまだ戦えるだ。索敵して、で、ちょっと届かないか。届くんだったらね、場合によっては、マッシュをつけるために、ミノフスキー粒子を巻きに行ってもいいかなとは思ったんですけどね。ここにはザンジバル海にドレンが乗ってますね。もうザンジバル海か。まあ、ドレンの能力はさておき、ザンジバル海が驚異的ですよね。まあ、我々よりも、一歩も二歩も、上を行く技術力を持っているなっていう感じがしちゃいますけど。ここはハイゴックを2機撃破です。実力もねえくせにシャシャリ出るからこうなるんだ。まず大西洋の位置はズゴック隊で固めたこともあって、まあ軽微な損害消耗で済みそうですね。ただこのターンでの攻略は難しそうなので、次のターンに持ち越して、この大西洋を確実に軽微の損害で攻略していきましょう。では続いて、前回 G3 ガンダムが撃破されてしまったサイド2方面ですね。ここ攻略戦行っていきます。敵の部隊の数は変わらずかな。そうですね、全部で6で、こちらは G3 ガンダム2機用意しましたので、まあ、デラーズとね、ガトーでここは突破できると思います。突破しましょう。我が祖国がこの宇宙に光をもたらす、その日まで気候の命わしが預かった。その日まで私の命お預けいたします。話はね、全然変わりますけど、ディズニーランドがついに料金の変動制導入したみたいですね。料金の変動制というのは、まあ、いわゆる混雑日、まあ、例えばですけども、まあ、土日とかね、そういう日はちょっと料金を高めに設定して、閑散期、まあ、平日とかになると思うんですけども、まあ、ちょっとね、料金を抑えるっていう制度だというのが一般的な料金変動制だと思うんですけど、どうやらディズニーランド、ディズニーシーは平日は今まで通りの料金で入れます。まあ、これはそのままですよね。
土日は料金を高くしますっていうね、そういう設定になってるみたいですね。まあなかなかね、こういうご時世、こういう状況なんで、ディズニーランド、ディズニーシーにしょっちゅう行くというわけにはいかないとは思うんですけど、まあそれなりに、まあ、月に1回、2回ぐらいのペースでは行ってるんで、まあ本当にビビタルも4、500円ぐらいの差だったと思うんですけど、まあ4、500円ぐらい、まあ単純な値上がりをしたっていう感じになってそうですね。さあ、ここは敵だな。まあ、ジズリガンダム、デラーズにせよ、ガトーにしろ、絶対に撃破されたくないので、できれば先制攻撃を取りたかったところですね。ビッグドム相手にこの苦戦ぶりか。ちゃんと散布しながら進みましょうか。とりあえずコアファイターは後ろに下げます。コアファイターとはいえ貴重な貴重な戦力なんで、ここは散布して、その上でガトーを前に出しましょう。で攻撃、これだったら確実に仕留められるかな。ボールは支援攻撃にします。そういう意味だとガンキャノンも支援攻撃だな。はい、サイド2方面の制圧は完了になります。まあ、ガトーとデラーズで G3 ガンダムを投入したのが功を奏したというふうに思います。敵部隊の殲滅に成功しました。我が軍の勝利です。では続いてシーマの部隊ですね。これをアバーワクーから発進させてますので、ここの制圧戦を行っていきましょう。敵エリアに侵入しました。攻略戦を開始します。いやー、敵はもうゲルググ、ビッグドム、ザクカイト、惜しみない感じですね。本当に大丈夫かなーっていう心配になっちゃいますけどね。まあなんとかここをしのいでいきましょう。シーマの部隊がね、ほぼ壊滅しながら、敵をで倒すというのではあまり意味がないので、少なくてもシーマ、ドライゼが残るっていうね、ちょっとそういう状態でクリアしたいですよね。ここもね、ちょっとターンは持ち越しになりますが、今のところ損害は出てないいい状態ですね。では続いてサイド3方面から進行戦ですね。ここはカリウスにケリーを投入してあります。敵エリアに侵入しました。攻略戦を開始します。ここも敵の数は多くはないので、しっかり戦っていけば、こちらの方が戦力はね、充実していると思いますので、容易に制圧はできるかなと思います。シーマの部隊の方が戦力的にはちょっと少ない、状態にはなってますね。あ、バオワク方面はここで攻略できそうです、まあ、ただしドーム2機家を失っています。あと、まあ恐れていたパイロットの喪失という意味では、ケリー・レズナーを失いましたので、まあ、3ターンほどですかね、戦線離脱ということになりそうです。まあ、ただこのサイド3方面に関しては特腕デミトリーも入ってますので、まあ戦力はね、そこまで落ち込まないかなというふうに思っています。敵部隊の殲滅に成功しました。我が軍の勝利です。では戦略フェーズに入ります。開発部より新兵器の開発が終了したと報告がありました。これゲルググだと嬉しいな。開発部の報告をご覧になりますか。リックドーム2ですね。これ早速リックドーム2、あとゴックに、ハイゴックかな、ハイゴックの方に生産のラインは切り替えていきましょう。続いて大西洋1ですが、これで制圧完了できそうです。大西洋1も、まあ、目立った損害なく攻略できましたね。まあ、ただこの後さらにモビルスーツの性能の差というものがどんどん広がっていく。生産をね、新しいモビルスーツするとき、ネオジョン軍ティタンズはより新しいモビルスーツを生産してきますけど、我々は同じレベルのモビルスーツを生産できないので、
どんどん戦力差、モビルスーツの性能差は広がっていくので、この後苦戦がね予想されるかなとは思います。では続いて、バーワクー方面もねここで敵を倒していきましょう。ちょっとでも温存したいので面倒くさがらずにしっかりミノスキー粒子はね、散布していきましょう。うっかりすると忘れちゃいますからね。身が高しいね。そんなに死にたいのか。今年の年末年始は本当にねやることもあんまりないし、旅行に行くわけでもなくというね過ごし方、僕もそうするしそうされる方も多いのかなと思うんですけど、景気の面でちょっと心配ですよね。ここまで何もないと雇用もね悪化しているなんて話も出てますし、まあ来年なんかはねボーナスも大手企業も直撃するんじゃないかなと思うので、まあ今年はねまあ満額あるいはまあ増えたり、まあ減ってもちょっとしか減らなかったですっていうねところも多いとは思うんですけど、まあ来年はねそうもいかない可能性もあるし、今年減ったあるいはまあちょっと出なかったっていうところはね来年も厳しい可能性ありますからね。あとはまあアナとかジャルとかの CA さん、まあいわゆる客室乗務員さんですかね、がね家電量販店とか神社とかでまあバイトというか派遣されてそこで仕事をするなんていう話もありましたけど、どうなんでしょうね。飛行機業界旅行業界もまあコロナが終わったからといってすぐに業績が回復するわけでもないだろうし、業績が回復するとしたとしてもコロナより前と同じ水準もしくはそれ以上の水準に、まあ、一時的になるかもしれないですけど、なかなかねちょっと同じ水準に戻るのかというと個人的にはクエスチョンなんで、すごくどうなるのかなっていうね心配はありますけど、開発部より新兵器の開発が終了したと報告があります。新兵器の開発プラン確認しましょう。これこそゲルググだろう。ご覧になりますか。ようやくゲルググを戦線に投入できますね。ゲルググの性能だけちょっと見ましょうか。ゲルググの S 型、初期生産型ですね。まあ、ビームライフルとビームナギナダ、まあ、ヒットアタック高いですよね、やっぱりね。あとはリックドームとリックドーム2もちょっと見比べますか。いや、リックドーム2とリックドームの差、結構ありますね。ジャイアントバズもそうですけど、ヒートソードもそうだし、これはだいぶ変わってくるな。まあ、リックドーム2もね、生産のラインには載せていきたいと思います。ゲルググのね、この S 型は、まあ、いわゆる指揮官タイプのものなんで、量産型のね、ゲルググをやっぱり生産していきたいなと思うんですけども、まあ、ちょっとそこはまた考えていきましょう。では、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいというふうに思います。